ナンバーアンダーラインアイファン歓喜ライブ直前のメンバー写真公開その驚愕の舞台裏とは衝撃ナンバーアンダーラインアイのライブでファンが号泣した理由とは SNS で語られる感動エピソードナンバーアンダーラインアイのインスタグラムにはメンバー3人の写真が掲載されており月曜日の公演前の写真が SNS で楽しみにされている ファンたちは彼らの最新の投稿に心を躍らせ、毎日のように新しいコンテンツを待ち望んでいる。翔くん、仁くん、岸くんの3人は、それぞれ異なる個性と魅力を持ち、ファン一人一人にとって特別な存在だ。彼らの笑顔や一瞬の表情が、多くの人々の心を癒し、元気づけている。ライブが始まる前の写真には、ファンからのコメントが溢れ、 応援メッセージや感謝の言葉が次々と投稿されている例えばあるファンは「翔くん仁くんガンくん楽しんできてねえってらっしゃい」と3人に向けて温かいエールを送っているさらに「かっこいい仁くんのソロもありがとう最初からと」とソロパフォーマンスへの感謝も綴られているファンたちは彼らのパフォーマンスをリアルタイムで楽しむことができなくても SNS を通じてその熱気と感動を共有しているのだ ナンバーアンダーラインアイの公演が行われる日は特別な日だ。ファンたちはその日のために仕事や学校のスケジュールを調整し心待ちにしている。彼らはもう心臓停止です。ガチ好き。ガチかっこいい。もう無理といったようにあふれる感情を素直に表現している。ライブの前後にはファン同士が情報を交換し合い、 まるるで一つのの大家族のような温かいいコミュニティが形成されているライブの二日目もファンたちは熱狂的に応援している「こんなかっこいい仁くんに会えてるのね羨ましいぞ」「ぶちかまかにかまいろじろと」と現地に行けるファンをうらやむ声もあるしかし「お留守番組」と呼ばれる現地に行けないファンたちも SNS を通じて彼らのパフォーマンスを楽しんでいる 今日もお留守番組にプレゼントありがとう言ってらっしゃいと感謝の気持ちを表すコメントも多いナンバーアンダーラインアイのメンバーはファンたちの期待に応えるため開演時間に合わせて SNS で動画を更新したりメッセージを投稿したりしているその姿勢はファンとの絆を深めより強固なものにしているファンたちは開演時間に合わせて2回動画も更新してくれるかわいいい,いってらっしゃいと その配慮に感謝し、喜びを感じている。ライブ当日、ファンたちはそれぞれの場所から応援を続ける。今日も楽しい時間になりますようにスマイルマークを昼休みと、日常の合間に応援のメッセージを送るファンもいる。また、記号会いたいな記号って思ってたら今日も記号行ってきます記号が投下されたありがとう大好きだよバックスラッシュナンバーアンダーライン愛と、 メンバーの投稿に対する感謝と愛情を示すコメントも多い2日目のライブもファンたちは全力で応援している今日も池散らかしとる2日目ファイトハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーラインスタッフ今日はスマイルマーク単独ライブ2日目も全力で楽しんできてくださいと熱い応援メッセージが飛び交っているナンバーアンダーラインアイの3人もたくさんの i l o v e y o u フ s e l f と呼ばれるファンたちと共に 幸せな時間を過ごしていることだろうライブに行けないファンたちも、それぞれの場所から心を込めて応援している。私はお留守番組だし、これからお仕事行ってきます次こそは3人に会いたいです。i l y ズどれだけ愛されてるんだろう今日もかっこいい行ってらっしゃいと、仕事の合間にも応援を忘れない。その姿勢には、ナンバーアンダーラインアイへの深い愛情と絆が感じられる。ファンたちは、 ライブの報告や感想を SNS で共有し合い、その喜びを分かち合っている。かわいすぎるやろ、頑張って。笑顔だけで泣けそう単独ライブ2日目も、頑張ってね、王子たちだね、会いたかったよ、と、感動の声が次々と上がる。彼らのパフォーマンスが、どれほどファンの心を打ち、癒しているのかが伝わってくる。ライブの2日目も、ファンたちはその一瞬一瞬を大切にしている。 音楽によって踊り明かしたかったよ。今日も楽しんでね、王子たち将君はいつもかわいいあんなにすごいダンスするのに、ねえと、彼らのパフォーマンスに対する期待と感謝が溢れている。ナンバーアンダーラインアイの3人は、その期待に応えるため、一生懸命にパフォーマンスを続けている。ライブが終わった後も、ファンたちはその余韻に浸り、次の公演を心待ちにしている。 みんないいお顔ゆっくり眠れたかな今日も頑張ってね忙しい中ありがとう世界一宇宙一かっこいい今日もボン。ボン、揺らしてきて寝落ちから応援してるようぶちかましてきてね、と次のパフォーマンスへの期待が高まっている暑い日の公演でもファンたちは彼らの体調を気遣い応援メッセージを送り続ける今日は暑いね水分補給しっかりとって ぶちかましてねしょうくんありがとう複数派とご褒美がとびっきり可愛すぎた白衣装三人すごい似合う。最高のナンバーアンダーラインアイアイエルワイズで嬉しい、と彼らの健康を願い、エールを送る。ライブの二日目も、ファンたちは彼らのパフォーマンスに感動し、幸せな時間を過ごしている。二日目もみんなを幸せにしてねしょうくんしんくんがんくんも楽しんで二日目。 けがなく楽しい時間になりますように言ってら、と、無事を祈りながら応援を続ける。彼らのパフォーマンスが、どれほどファンにとって大切なものであるかが伝わってくる。ファンたちは、ナンバーアンダーラインアイのメンバーに対する深い愛情と尊敬を持っている。翔くん、ハート、ジンくん、ガンくん、今日も本番前にありがとう、大い、にはしゃいできてね、けがなく無事に終わりますように、と、彼らの安全と成功を祈りながら応援している。 その姿勢には、ファンとアーティストの間にある強い絆が感じられる。ライブが終わった後も、ファンたちはその感動を SNS で共有し合い、次の公演を心待ちにしている。24時間前渡しも幸せな時間でした。今日来てる ILYs のみんなもきっと今頃がだと思います。今日も元気にいってらっしゃい。ライブの2日目も、ファンたちは全力で応援を続ける。 今日も楽しんで寝ぶちカマー。今日もナンバーアンダーラインアイもアイエルワイズもみんな楽しんで。おすそ分け待ってます。二日目も姿を見せてくれてありがとう言ってらっしゃい今日も最高なライブとなりますようにと、彼らの成功を祈りながら応援を続ける。ライブの二日目も、ファンたちはその一瞬一瞬を大切にしている。 可愛い,い集合体今日も楽しんでねオルスバンの i l イ s も応援してますかっこよくて可愛い三3人今日も楽しんでねと彼らのパフォーマンスに対する期待と感謝が溢れている n o イ,イの3人はその期待に応えるため一生懸命にパフォーマンスを続けているライブが終わった後もファンたちはその余韻に浸り次の公演を心待ちにしている楽しんで寝、ね、会いたかったぞ 愛用しすぎる。二日目も楽しんで、そしてぶちかましてくださいね。自宅から応援しております、と、次のパフォーマンスへの期待が高まっている。暑い日の公演でも、ファンたちは彼らの体調を気遣い、応援メッセージを送り続ける。今日は暑いね、水分補給しっかりとって、ぶちかましてね、翔くんありがとう、複数派とご褒美がとびっきり可愛すぎた白衣装三人すごい似合う。 最高のナンバーアンダーライン iil エルワイズで嬉しいと彼らの健康を願いエールを送るライブの二日目もファンたちは彼らのパフォーマンスに感動し幸せな時間を過ごしている二日目もみんなを幸せにしてねしょうくんし君くん君ガン君も楽しんで二日目怪我なく楽しい時間になりますように言ってらと無事を祈りながら応援を続ける彼らのパフォーマンスが どれほどファンにとって大切なものであるかが伝わってくる。